今回はドキュンにまつわるお話を2本ご紹介しよう。まず最初のお話はこちら。妊娠中の先生を蹴ってこけさせろ、泣きながら転んだふりしてください、と先生に伝えると。当時中学1年生だった俺は、クラスメイトからターゲットにされていた。教師に見つかったらゲームですで言い逃れができるように、ゲームの形式でされてて、毎回俺が負けるように仕組まれていた。ゲームをしたら負ける、イコール当然罰ゲームになる。だから俺は罰ゲームという理由でいろんなことをやらされた。例えば女子の前でパンツを脱ぐという屈辱的なこととか、物を盗めとか、30秒以内にコーラ3本一気飲みとか、絶対にやらないできないものを罰ゲームにされ、それができなくて罰ゲームの罰ゲームとなる。最終的にはボコボコにされたり、持っていたカバンをズタズタにされたり、文房具を破壊されるという感じ。挙句の果てには調子に乗って、親の金を10万盗んで持ってこい、家にある金目のものを盗んでこい、とか言うようになった。でもそんなこと無理で、そしたらまたボコボコにされるの悪循環。そんなある日、クラスの中でも俺に嫌がらせするリーダーの A O が、俺を放課後呼び出した。そして副担任の女の先生が自転車で走っているところを指さし、お前、あの自転車を蹴ってこかしてこい、と命令された。そんなことできないよ。なんだよ、ビビってんのか？お前、やらなかったらどうなるか嫌ってほどわかってるだろ？ビビってるのも確かにあったけど、それだけが理由じゃなかった。その副担任は妊娠中で、すでにお腹もふっくらしていた。いつもは車で出勤してるけど、その朝急に車が故障したとかで自転車でとりあえず出勤していたのだ。そもそも自転車に乗っている人を蹴るなんて常識的にありえないし、確実に転倒するのがわかるのに、妊婦が乗ってる自転車を蹴るなんて余計に無理。さすがに。できないよ。というと、A を含めたクラスメイトは面白がって俺をボコボコにして帰っていった。やっと解放されたと思ったら、翌日また副担任は自転車で通勤した。どうやら車を修理に出したは良いが、代わりの台車がなかったらしい。するとまたもや A をが、今度こそやってこい。じゃないと次はもっと人数集めてボコボコにするぞ、と言ってきた。前日のダメージが全然回復していなくて、俺の体はあざだらけだった。もちろん全身痛いし、口の中は切れてヒリヒリする。なのに今度はさらに多くの人数から殴られると思ったら、考えただけで体が震えた。A O はそんな俺の様子をニヤニヤしながら見てた。当時も今も理解できなかったが、その副担任はなぜか、教師のくせに子供を作りやがって、と妊娠してから言われていた。特に A O から、副担任は結婚してたし、別に子供ができることもおかしくないのに、なぜか拒絶反応がすごかった。俺は A O から、ほら、やってこいよ、今から自転車乗るから少し離れたところまでついていって、人気がないところで蹴ってこい。俺たちはお前の後ろでしっかり監視してるからな、と言われた。妊婦の女の人を傷つけるなんてできない。でももうこれ以上自分も傷つきたくない。俺は泣きそうになりながら自分の自転車に乗り、先生が下校するときにこっそりと後ろからついていった。それから結構離れたところで A O たちはクラスメイトを引き連れ、俺が副担任を蹴るところを見ようとしていた。だから俺は先生の前をぐんと追い越して、ぎゅっと自転車を止めた。そこは曲がった先で、少しの間死角になって A O たちからは見えなかったので、その隙をついて先生の前で両手を広げながら、お願いです、転んだふりしてください、と言った。俺の頭の中には曲がり角からあいつらが来たらとか、先生が転ぶふりをしてくれなかったらとか、マイナス思考ばかりが浮かんできた。殴られたくない、転ばせたくないと頭の中でぐるぐる回ってて、それがパンクしたのか号泣しながら副担任に訴えた。ヘタレの俺にはそれが精一杯だったのだ。副担任の教師はキョトンとしていたが、俺の様子がおかしいので、それをしないとまずいの？と小声で聞いてくれ、自転車を倒し道路にちょっと寝転がるふりをした。するとそのタイミングで曲がり角から A O たちの姿が見えた。俺は立ち尽くしていたし、泣いていたし、副担任は寝転がってた。遠目から見たら、十分俺が先生を蹴り飛ばして倒れているように見えた。副担任は転がったまま俺の名札を見ると、理由は後で聞かせてね。ほら、もう行きなさい、と言ってくれたので、俺は逃げるようにそこから立ち去った。後日、俺は先生に呼び出された。そこは生徒が立ち入り禁止の、職員室の中の奥の部屋にあるから、絶対生徒は話を聞くことができない。昨日の段階で副担任は大方予想がついていたらしく、
いじめられてるんだよね？と聞いてきた。はい。あんなことを言ってしまったし、もう言い逃れはできないと思って、俺はゆっくり全てを話した。副担任は俺がされたこと、話したことを聞きながら、あまりのひどさにしばらく言葉を失っていた。それから間もなく俺のいじめは終わった。俺の話を聞いて学校側に問い詰められた A 男とその取り巻きは、最初当然のごとくしらを切ったが、俺はお金を巻き上げられた時などの記録を日記に全て書いていたので、それが証拠となり信じてもらえた。その中でもやはり、今回の妊娠中の副担任をこかせようとしたことが一番悪質ということで問題視されてしまい、親を呼び出す大問題にと発展した。そして校長たちをはじめ、俺や副担任と取り巻きたちと、A 男の両親が一斉に集まった。俺は日記に取られた金額も全て記入していたので、A 男の両親が全て立て替えた。そして俺の両親と副担任にその場で土下座した。息子が本当に申し訳ありませんでした。父親に髪の毛をぐっと持たれ、A 男は床におでこをつかされる状態で土下座させられていた。土下座をした後、A 男の両親は鬼のような形相で、お前は人殺しと被害者を同時に作る気だったのか。と思い切り殴り、その場で A 男は吹っ飛んだ。あまりの形相に教頭や保健室の先生が止めに入るほど、その怒りは凄まじかった。その光景を見た取り巻きの生徒たちは顔を真っ青にしていた。取り巻きたちの両親は自分の息子に、あの人の言う通りだ。お前は自分がしたことをわかっているのか？ごめんなさい。すると A 男の父親が、お前が散々バカにしていじめていたあの生徒が起点を聞かせてくれたおかげで、お前は犯罪者にならなくて済んだんだ。もしあの子が本当に先生を蹴っていたら、あの子の人生だけじゃなく先生もその赤ん坊も、お前の人生も全てめちゃくちゃになってたんだぞ。と怒鳴っていた。俺と副担任の先生はその後何度も謝られた後、俺たちの話し合いは終了した。取り巻きと、A 男の両親たちはその後俺と副担任に慰謝料と損害賠償を支払ってきた。俺はその後クラスで嫌がらせを受けることはなくなった。ビビっていた取り巻きたちは俺のことを見て逃げていく始末。A 男は一切目を合わせなくなったが、しばらくして両親がけじめとして学校を転校させ、ビル一つない田舎の祖父母の土地に引っ越していった。理由は俺への配慮だそうだ。取り巻きたちも家庭内で話し合いがいろいろ行われていたそうで、中には有名高校への受験を目指していた子もいたんだけど、お前にはその資格がない。と言って受験を放棄された奴も何人かいて絶望してた。それから時は経ち、俺は中学、高校を無事卒業。大学を卒業後にとある出会いがあり、20代前半で結婚した。そして俺も子供ができた。子供が大きくなるたび学生時代のことを思い出す。そして子供にだけはあんな体験をさせたくないと、毎日できるだけコミュニケーションをして、何があったか話す時間をとっている。そんな俺には今でも毎年お正月になると、ある人から年賀状が届く。明けましておめでとうございます。その言葉と一緒にあの時先生のお腹で育っていった赤ちゃんが写っているハガキ。生まれた時から必ず届くようになった。そして家族写真が写っているハガキの最後には、君の思いが助けてくれたあの時の子供が、今年もまた大きくなりましたという言葉が添えてある。しかし助けられたのは俺の方だ。先生のあの時のとっさの判断で、俺は全てから救われたのだから。続いてのお話はこちら。行列の割り込み集団に彼女が放置しよう。なんで？1時間後とんでもないことに。初売り会場で割り込みしてきたドキュン集団を、俺の彼女、A 子が見事に撃退したお話。新年も明けて2日目、俺は A 子と一緒に某ショッピングモールへ初売りへ行った。そこの初売りは商品内容充実、値段も通常時の半値近くで、毎年多くの人が並ぶことで有名だった。俺たちも開店1時間前から並ぶことにしたのだが、それでも俺たちの前には、すでに長蛇の列ができていた。もう少し遅く来ていたら買えなかったかもね。だな。なんてええこと話しながら列に加わった。俺とええ子も目当ての商品があったので、そのためだけに何人目かもわからない列に並んだんだ。待ってる間は俺もええ子もスマホいじって待ってたんだけど、並び始めてから20分ほど経った頃、突然列が詰まったように感じたので顔を上げると、さっきまではいなかったはずのドキュンたち二人が目の前にいた。俺たちの並んでいる前がちょうど建物の角で列が折れていて、割り込みやすい形だったというのもあるのだろう。その隙間を狙ったドキュンたちに割り込まれていたのだ。そして何食わぬ顔で、早めに並んでいてよかったなぁ。
この辺りなら丸々買えそうだな。とほざいていた。しかも、〇〇って俺らが買おうとしているのと同じ。数量も限定だし、横入りしておいて何言ってるんだと思った。前のドキュンたちさ、今割り込んできたよな。言おうか？いや、放置でいいよ。でも、それじゃあ後ろの人たちもみんなバカを見るじゃないか。まあまあ、いいからいいから。A子にそうはぐらかされ、悶々としながらも一旦この話は終えたんだ。一時間前から並んでたのにと後ろから聞こえたが、それでも A 子は放っておけという。後ろの人も大きな声で聞こえるように、文句を口にしていたが、結局誰も直接は言えずにいた。当然ドキュンたちには聞こえているはずだが、直接の非難がないことで調子に乗り出した。もしもし、今、角のところ。うん、ここなら大丈夫そうだぜ。ほら、ここ。するとさらに3人のドキュンがひょっこりと現れて、場所取りありがとうと先にいた2人のドキュンにお礼を言って合流したのだ。場所取りって、途中合流は禁止だぞ、と内心ムカムカしたから、いい加減言ってやろうと思ったが、A子は相変わらずそ知らぬ顔していたので、俺は言うのを諦めた。そして怒るそぶりもない A 子に器が大きいんだなぁと、感心していた。開店15分前、ドキュンはさらに仲間を呼び、堂々と割り込みを続けた。ここまで来るともうみんな言葉も出ない。その間もドキュンが一人増え、二人増え、そして最終的に割り込みドキュンの数は、合計10人になっていた。みんな不満が募り空気は最悪だった。そうしてついに開店10分前になり、警備員さんが開店直後は走らないように呼びかけを開始、メガホンで注意を呼びかけながら、列の前方から歩いてきた。するとここに来て A 子が動く。あの、すいません。A 子はそばに来た警備員さんを呼び止め、何かをごにょごにょと話し始めた。スマホを見せ、しばらく話した後、警備員さんがドキュン集団に声をかけた。割り込みは禁止です。途中合流も禁止だと注意を流していましたので、お客様10名は一番後ろに並び直してください。何言ってるんだ、この女、嘘ついてるぞ。俺たち1時間前からここに並んでた。そうだそうだ。とドキュンたちがブチ切れて、その場はカオス状態に。ドキュン10人に押されに押されまくったかわいそうな警備員さん。それでも彼は負けじと。こちらは割り込みを確認しております。一番後ろに並び直しです。と言い切った。濡れ衣だ、証拠はあるのか？はい。そう言って A 子はドキュンたちにスマホの画面を見せた。そこには俺たちの目の前でわらわらと増殖していくドキュンたちの一部始終が、バッチリと映っていた。A 子、最初に割り込まれた瞬間から証拠を密かに押さえていたらしい。これって盗撮だろ、犯罪だ、犯罪。そうだそうだ。と、あの手この手で栄光をやり込めようとしたドキュンたちだったが、この動かぬ証拠によりドキュンたちは駆けつけた警備員3人によって列から外され、消えていった。ほんと便利な世の中になったよね。って笑う栄光に後ろに並んでいた人たちも思わず拍手喝采。あのドキュンたち、こうでもしないと聞かないだろうし、揉めるだけ無駄だと思ったんだとか。結局あのドキュン軍団が後ろの方に並び直したのかは定かではないが、うまいことやったなと感心した。だって並び直したところで俺らの後ろには長蛇の列。ドキュンたちのお目当ての品はどうせ手に入らないだろう。ちなみにその後、俺たちは無事、お目当てのものをゲットすることができました。いかがだっただろうか。ドキュンに嫌なことをされた時は、頭ごなしに怒鳴るのではなく、機転を利かせたやり方で返してやるのがいいかもしれない。